FF4 の武器の中でその時点で獲得すればもう無双できる武器たちっていうのを今回共有していきたいと思います。で、まあ今回についてはちょっと単純な攻撃力というよりかはゲットした時点で強くてで長く使えるみたいなことをちょっと重要視しております。皆さんの思う有能武器っていうのをコメントで教えてくださると嬉しいです。それでは参りましょう。まずはエクスカリバーですね。これは誰もが認める武装武器なんじゃないかなと思ってます。無双期間はバブイルの塔の地上のクリア後から最終ダンジョンにてラグナルクをゲットするまで、セシルが装備できる武器の中で2番目に強い武器になっております。で、初見で普通のプレイをしていればエクスカリバーをゲットする前の装備っていうのが、まあ、光の剣とかあとはディフェンダーになっておりまして、まあ、大体攻撃力が100前後になると思うんですけど、あのエクスカリバーはですね攻撃力が160ありまして、まあ、すなわちあの光の剣たちの 1.6 倍あるんですね。もう 1.6 倍っすよ。えぐくないですか？さらに装備補正で力がプラス10されちゃうっていうぶっ壊れ仕様を持っておりまして、与えられるダメージっていうのも光の剣とかに比べてエクスカリバーっていうのはもう段違いの威力になってるんですね。まあですので、まあゲットした瞬間からもう無双できちゃう武器となっております。エクスカリバーはセシルにとっては2番目に攻撃力の強い武器にはなってるんですけど、ただ攻撃力だけで言えば、まあ、最終ダンジョンでゲットできるそのカインとかエッジとかの装備よりも強かったりしますね。で、このぶっ壊れ性能の影響かわからないんですけど、あの DS 版ではあの攻撃力が120になっておりまして、つまりは40弱体化されてしまってます。もうね、これはね、ちょっと悲しいんだけど、でもそれでも十分強いっす。で、もう一点ちょっと言わせてもらいたくて、あの、少し寂しいのが、あの、エクスカリバーは投げられるんですよ、武器として。だけど、パラディンの、その、セシルの初期装備である伝説の剣が投げられないんですよ。どっちもね、あの、いい武器ではあるんだけど、まあ、どうせなら、エクスカリバーも投げられないようにしてほしかったっていうのは、まあ、ちょっと、図らずも思ってしまいました。次はロットになります。これがね、入るのは意外だなって思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。僕も調べてみて意外だなって思いました。で、無双期間はオクトマンモスのいる地下水脈から試練の山まで、まあ初期装備にはなるんですけど、意外と重宝されます。で、入手場所はカイポのお店。で、100ギルで買えちゃうお得な品物となってます。で、ロットは攻撃力4、命中率 40% なので、まあそこまでね、強くないっていう風に思われがちなんですけど、どちらかといえば、まあ道具としての効果が強いです。で、道具として使用しますと、マジックアローっていう魔法を発動することができまして、これがファイヤー、ブリザード、サンダーの約 1.7 倍ほどの威力があります。まあ、ロットは、幼女リディアの初期装備として採用されておりますので、まあ、通常でしたら、まあ、幼女リディアに装備させて、まあ、道具として使うっていうのが、意外と定番かもしれませんと。しかし、実はね、あの、FF4 では、道具で発動する魔法っていうのも、知性によって威力が上下しますので、カイポーとかダムシアン時点で知性の高いテラに持たせるとかなり良きっす。で、この時点でのテラっていうのは、ファイラとかっていう、そのラー系の魔法っていうのはちょっと記憶喪失かなんかで忘れてしまってるんで、あの、序盤こそテラにこのマジックアロー、まあ、ロットっていうのを持たせてあげると、あの、良き武器になっております。で、道具として使用できますので、あの、MP 消費をすることがないっていう点でも、クルト的にポイント高いっす。次はアベンジャーになります。無双期間はシルフの洞窟から最終ダンジョンまで。ゲットした時は、まあ、ちょっと効果に驚いたものの、使い続けてみると意外と使いやすいっていう武器になっております。で、装備するのは主にカイン、時々セシルになります。で、アベンジャーは攻撃力が80ございまして、で、その時点でゲットできる武器とはあんまり攻撃力に大差はないんですけど、注目ポイントはアベンジャー自体の効果になります。で、アベンジャーは装備した人がバーサク状態になってしまうんですね。で、バーサク状態っていうのは、白魔法のバーサクをかけた状態。すなわち、攻撃力が 1.5 倍になり、まあ、オートで攻撃してくれますと。ですので、あの、攻撃力は、あの、80の 1.5 倍。だから、120になります。さらに、このアベンジャーを装備しますと、あの、素早さが10上がりますので、もうね、攻撃が早いのなんの、コマンド入力がないのと、素早さプラス10の恩恵で、まあ、体感 1.2 倍くらいの攻撃速度が上がりまして、あの、すごくね、あの、使い勝手がいいんですよ。だから、オーディンとか、まあ、時間内に倒さなければならないみたいな、そういったモンスターにも有効だったりしますと。アベンジャーは、カインの装備として使い勝手がかなり良くて、で、最終ダンジョンまで余裕で使えてしまうんですけども、あの、カインが最終ダンジョンでゲットできる、まあ、武器として挙げられる、あの、ホーリーランスとか、グングニル
とかよりも実質攻撃力っていうのは高いですし、基本的に戦うコマンドしかカインとかって使わないじゃないですか。ですので、もうカインにも勝手に狂ってもらって攻撃してもらった方が全然いいんですよ。で、ここまでなんかむちゃくちゃアベンジャーのことを褒めちぎってきたんですけど、ただ一つ難点があるとすれば入手方法になります。というのも、そのアベンジャーをゲットする方法が二つございまして、シルフの洞窟と、あとベヒモスになります。シルフの洞窟ではアベンジャーは宝箱にてゲットできるんですけども、ただモルモルと戦わないといけないんですよね。覚えてます？モルモル。あの臭い息がね、もう、キモいんすよね。混乱と、カエル、あと、小人、沈黙、暗闇みたいな。もう、状態以上のオールスターをぶっかけてくるんで。だから、モルモルを倒すためには、まあ、幻獣の洞窟で、まあ、リヴァイアさんっていうのを取るか、まあ、あとはレベル上げしまくるっていう必要があるかなと思います。でも、その苦労を買ってでも、アベンジャーは手に入れて損はない武器かなっていうふうには思います。次は属性爪ですね。属性爪というのは、ヤン、エッジが装備できる爪そのものになっております。で、無双期間はファブールから最終ダンジョンまでと意外と活躍する時期が多いです。特に役立つ場所で言うならば、バロンの地下道から、あとはカイナッツ汚染と、あとバブイルの巨人っていうのと、あとは地下世界の雑魚戦になっております。で、僕が特に気に入ってるのは、イカズチの爪になります。イカズチの爪は、バロンの地下道で使ってねっていう風に言わんばかりに、ファブールの城とか、あとはバロンの城下町で売っていまして、で、こいつでなんか無双できたことで、属性相性の大切さっていうのを知った記憶があります。で、価格も、550ギルで買えちゃいますので、まあ結構、コスパも最強ですと。で、炎の爪とか氷の爪とかよりも、100ギルほどちょっと高価になってるんですけど、ただ、属性の違いの他に、まあ種族特攻っていうのも、イカツチの爪は持ち合わせております。で、それの進化は、アイズとか巨人兵とか機械砲とかといった、機械種族の敵に4倍のダメージを与えることができることですね。で、特に、バフェイルの巨人では、機械竜とボス、以外の敵がすべて機械種族になっておりますので、イカズチの爪を持っていれば非常に攻略が楽になります。で、一つ難点があるとするならば、もう装備をいちいち変えることがめんどくせえ。なんなら初見じゃモンスターの弱点っていうのは基本わかりませんので、まあもしかしたら人によっては印象があんまりなくて、よくよく考えたら、ああ、意外と強かったのかなっていうふうに思う武器なのかもしれませんね。また途中からはエッジに爪を持たせることができまして、片手にまあ属性爪を持たせれば、残りの手に持っている無属性の武器っていうのも属性が伝染しますので、まあうまく弱点を突くことができればセシル並みの力を手に入れることができます。で、でもね、一つだけちょっと残念なのが、DS バージョンからエッジに爪が装備できなくなってしまったっていうことなんですよね。これはね、ちょっと悲しい。次はラグナロクですね。こいつを語らずしてこの動画は終われませんと。で、無双期間は最終ダンジョンのみとちょっと短いんですけども、やはり作中最大火力を誇る武器なので採用しました。で、この動画の初めの方でエクスカリバーの攻撃力が160あってもうぶっ壊れみたいな感じで話したと思うんですけども、なんとこのラグナロク攻撃力が200あります。もうただでさえ強いこのエクスカリバーの 125%、 もうこれ以上わかりやすくて文句のつけようのない武器っていうのはもうないかなって思ってます。で、このラグナロクにはアンデッド特攻がついておりまして、基本的にはまあ9999のダメージを与えることができます。で、このアンデッド特攻っていうのは意外にもその聖なる矢とラグナロクのみに付与されておりまして、だからエクスカリバーとかには付与されてなかったりするんですよ。意外っすよね。で、ちなみにこのラグナロクっていうのは FF4 ではまあ聖なる属性っていうのをまとってるんですけど、例えば FF3 とかだと闇をまとった剣になってるのが面白いポイントなんですよ。で、もちろん FF3 でも最強になってます。ということで今回はここまで。お相手はクルトでした。もし少しでも楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それじゃまた見に来てね。